次は、日本の競争馬。2017年の菊花賞の勝ち馬である。12月11日阪神の新馬戦に2番人気で、出走。道中3番手の外を追走すると直線で抜け出し3馬新半差をつけて圧勝した。3歳初戦となった1月29日のセントポーリア賞は1番人気に押されたが、直線で伸びきれず5着。続く、スミレステークスでは、 単勝一倍圏内の支持を集めるも先に抜け出した、クリンチャーやタガノアシュラを捉えきれず、毎日杯では、直線で上がり3ハロン33.4秒の末、足で、先段に追いつくも惜しくも届かず共に3着となり、賞金を加算できず春のクラシック出走を断念し、休養に入った。7月15日中京の3歳、以上500万下で復帰。 後方から追い込んで先行勢をしばたたく間に差し切り2着に2場審査をつけ2勝目を挙げる。続く品野川特別では後方で足をため直線で楽に抜け出し連勝3勝目を挙げた。自走は9月24日の神戸新聞杯を選択。金2走で見せた精細な末足の印象から本年の東京優秀を制したレーデオロに次ぐ2番人気に支持される。 レースでは道中は中段で待機し、直線では内側でバ群の隙を見つけるとすぐさま前へと進出し、残り200メートル付近からはメンバー最速となる上がり3ハロン33.9秒の末足で先に抜け出したレーディオロに迫るが、差がすでに開いており、2馬身届かずに着に敗れた。しかし負けはしたものの、喫下賞への優先出走権を獲得した。 迎えた10月22日の菊花賞では、5年ぶり4度目となる今年のダービー1から3着馬であるレーデオロ、スワーブ・リチャード、アドミラブルが出走しなかったことや、平成29年台風、第21号の影響により史上稀に見る、国悪馬場での開催となることもあり、一番人気に支持されたものの単勝オッズは4.5倍という、大混戦の様相となった。ちなみに、 菊花賞において一番人気の単勝オッズが4倍以上になることはマヤヌトップガンが勝った1995年以来22年ぶりのことであった。レースでは道中中段のやや後ろを追走し3から4コーナーでの坂付近からおもむろに前進し直線で溜めていた脚力を遺憾なく発揮し上がり3ハロン40.0秒という異例の消耗戦の中 逃げ粘るクリンチャーラを残り100メートル付近で差し切り、追いすがるミッキー・ズワローや、ポポカテ・ペトルラを振り切って2着に2羽審査をつけ、優勝した。これにより、ルーラーシップ3区として、初めて重賞を制覇し、安城のミルコ・デムーロは2003年にネオ・ユニバースで、2015年に、ドゥラメンテで、サツキ賞とダービーを優勝しているため、この勝利で、ボバクラシック完全制覇を達成した。 また、2着には10番人気のクリンチャー、3着には13番人気のポポカテペトルが入り、このレースでの3連単の配当額559,700円は、2008年の記録を9年ぶりに塗り替える、菊花賞史上最高配当となった。12月10日に開催される香港バーズに、出走のため海外遠征を行っていたが、12月4日になって、左前市に、 皮膚病が認められたこと、検疫級車内で束と隔離された環境に移動させられたことが発表された。皮膚病自体は軽いものであり、調教メニューも通常通り行われたが、迎えた香港バーズ本番では、向こう正面までいい手応えを保つも、直線で伸びず急着に沈んだ。年明け初戦は、日経賞に一番人気で出走。前半の1 0 0メートルが1分2秒8という、 スローペースになったためにコーナーで中段から一気に先頭に上がっていったが最後の直線では伸びきれず9着に敗れたその後は天皇賞には向かわず宝塚記念に出走ファン投票1位の里のダイヤモンドに次ぐ2番人気に支持されるレースでは香港馬ワーザーと並ぶ形で最高峰から追走し直線では メンバー中3くらいの上がりで追い込んだが前が開かずに発着に終わった。宝塚記念後、各位勝彦長教師の調教停止処分に伴い、中竹和也9社に天馬やした。川田省宮尾に乗り換わって出走した10月7日の毎日王冠はメンバー中唯一の負担重量。 5 8ラムを背負ったこともあって6番人気まで指示を落としたが、逃げたアイロリットを2番手から追走して、直線でも粘り、ステルビオには交わされたものの3着に入った。自走は10月28日の天皇賞に出走。レーデオロやスワーブリチャードなどの実績場が揃い、単勝オッズは6番人気に止まった。 十二頭中十番枠の外枠となったが、スタートから加速して二コーナーで先頭に立つと、後半はさらにペースを上げて後続に2馬身の差をつけた、まま先頭で直線に入り、ゴール手前で、レーデオロとサングレーザーには刺されたものの三着に逃げねばった。二千十八年ジャパンカップ出走時その後は十一月二十五日のジャパンカップに出走。三冠ヒンバーアーモンドアイが一点四倍の、 圧倒的な指示を受ける中で、スワーブリチャードとトのダイヤモンドに次ぐ4番人気に押された。コースタートから花を奪って、前半1000メートル59秒9の平均ペースに持ち込むと、そこからペースを上げていき、2000メートルは1分57秒2のハイペースで通過。直線でも逃げ足は衰えず、後続を突き放しにかかったが、2番手で競馬を進めていた。 アーモンドアイにゴール150メートル前でかわされ、同馬から一馬進さ4差の2着に敗れた。アーモンドアイの勝ちタイム2分20秒6はこれまでの日本レコードである2分22秒1を大幅に更新、足デロが記録した2分21秒98をも上回る世界レコードとなった。本馬の走破時計も従来の記録を1秒以上更新し、 三着のスワーブリチャードには三馬ハンサをつけており、安城の川田は普通なら当たり前に押し切れるレース。今日は素晴らしい馬が前にいたと述べ、アーモンドアイの安城シールメールも奇跡は強い馬で止まりませんとコメントした。年内最終戦としてファン投票6位の票数を集めた12月23日の有馬記念に出走。スワーブリチャードがこのレースを回避したため、 本場がこの年唯一の秋子場三冠参観解禁となり、レードロに次ぐ2番人気の指示を受けた。レースでは、コースタートから鼻に立っていた、最内枠のお重長さんと戦闘を伺っていた、ミッキーロケットを14番の外枠からまとめてかわして、逃げる展開となり、やや重ばばながら、前半1000メートルを60秒8のペースで通過。馬のリードを保って、最後の直線に入ったが、 ゴール手前で後続に飲み込まれ誤着に敗れた。各位勝彦長教師の長教停止処分の終了により、中竹和也旧社から各位勝彦旧社に採点馬やし、この年は3月31日の大阪杯から始動。ワグネリアンやペルシアンナイトなど本場を含めて、GI 馬発頭、さらにサングレーザーやエアウィンザーなどの実力馬も出走する豪華メンバーの中で、 前年の有馬記念を制した、ブラストワンピースに次ぐ2番人気に支持された。レースでは、スローペースで逃げるエポカ道路を2番手から追走し、直線では、馬場の中央から足を伸ばしたが、内から追い込んできたアルアインに、首差及ばず2着に敗れた。その後は、宝塚記念に出走。12頭、中本頭含めた、GI 馬6頭が集まる中でレーディオロから。 金差の一番人気に押される。レースでは、スタート直後の位置取りに苦戦するも、再打ち枠を活かして、花を奪う。しかし、リスグラ州が、予想外の先行策を取り2番手を追走。最後の直線ではそれにかわされ、さらに追走してきたスワーブリチャードラは押さえたものの、一着、リスグラ州から三場審査、また大阪杯に続く二着に終わる。 ベース後安城の川田翔宮城騎手は3着以下は抑え切ってくれましたが勝った馬が強かったですね。自分の競馬はしっかりやってくれましたが期待に応えられず申し訳ありません。と語った。その後は外旋門賞に参戦するため日本を出国8月22日に調整先のフランスのギャバン・エルノン級舎に到着した。そして本馬は 外旋門賞の前哨戦であるフォア賞に出走。安城は外旋門賞で2度優勝経験があるシースミオンが務めた。4等立てと小頭数となった。このレースでも奇跡は花を主張し逃げ切りを図ったが、直線で伸びをかき3着に敗れた。1着は地元のバルトガイストで連覇を果たした。レース後。 安城のスミヨン騎手は範囲にスローペースを上げ、外線門賞では強い相手になるけど、コースも経験したし、さらにステップアップして良くなってくると思う。と外線門賞への展望を語った。そして迎えた本番の外線門賞も引き続き、スミヨンとのコンビで出走。日本からは他に札幌記念を経由してきたブラストワンピース、フィエールマンも参戦した。 レースではスタートで後手を踏み、いつも通り花を切れず、集団から追走する形となると、最後まで戦闘との距離を詰められず7着に敗れた。優勝は、本馬がフォア賞で敗北したバルトガイストで12連勝中のイギリスの最強牝馬、エネイブルの連勝もストップした。帰国後、年内最終戦として、有馬記念に出走。ファン投票では、アーモンドアイ。 リスグラ州に次ぐ3位の票数を集め、安城にはライアン・ムーアを迎えた。レース本番ではスタートで5手を踏み先行することができなかったものの、アエロリットが大逃げしたことで、ペースが流れ、直線で追い込んで5着に入った。前走を起乗したムーアが、距離が長い方がいいと陣営に進言したこともあり、この年は長距離3000メートルの阪神対象点から始動。 単勝1.6倍と圧倒的な支持を集めたが、スタートで大きく出遅れ、その後も折り合いがつかず7着に敗れた。レース後に、川崎氏は、ゲートを出る気がなく、出た後もひたすら暴走していたとレースを振り返り、各居調教師は、全部ダメでした、と内容を表した。スタートで大きく出遅れたことから、発想調教再審査が課された。阪神対象点の敗戦を受けて、 一旦は予定していた天皇賞の回避が決まったが、また一転して予定通り天皇賞へ向かうことが発表された。4月15日に天皇賞で安城に迎える予定の竹豊を背にゲート再審査に合格、改めて正式に天皇賞参戦が決定した。迎えた同レースでは昨年の勝ち馬で連覇を狙うフィエールマン、本馬が敗れた阪神大賞典を解消した。 ユーキャンスマイルに次ぐ3番人気となると、レース本番、懸念されていた発馬をスムーズに決めると、道中は3番手につけた。しかし1周目のホームストレッチでかかって、花に立ってしまい、そのまま逃げ切りを図るも、最後の直線半ばで力尽き6着に敗れた。続いて前走から、距離短縮となり、ファン投票7位に選出されて三年連続の、出走となる宝塚記念に引き続き、 竹豊安城で出走。史上最多の GI 馬8頭が集結する豪華メンバーが揃った中、単勝オッズ14.2倍の6番人気となった。レースではスタートでやや後手を踏んだが、竹豊が慌てず道中を外を回す展開に持ち込むと勝負所でクロノジェネシスを見る形で進出。直線ではじりじりと足を伸ばし、勝った。 クロノジェネシスには6馬審査と水を開けられたが、3着、モズベロには5馬審査をつける2着を確保。宝塚記念2年連続連帯を果たした。レース後、安城の竹豊は折り合いがついたし、道中はいい感じ。勝ちパターンやったけど、勝った馬が強かったね。でも、久々にこの馬らしい競馬ができた。これぐらいの距離も合ってるんじゃないかな、とコメントした。秋は、 京都大賞店から始動。ここ2戦で安城を務めた竹豊が新型コロナウイルスの影響によりフランスから帰国後の隔離を受けた影響で起場できず浜中俊との初コンビを結成した。一番人気に押されたレースではスタートで後手を踏み道中は最後方を追走したが3コーナーから徐々に進出を開始直線でも追い込んだがグローリーベイズに3 4場審査及ばず2着に、赤敗した。竹豊に安城が戻った、天皇賞ではスタートを決め、道中の折り合いもついたが、結果は、アーモンドアイの5着に敗れた。レース後、部は、4コーナーでは、一瞬、奇跡が起きるかと思いましたが、瞬発力勝負ではきつかったですとコメントした。なお、清山弘明調教女子とのペアで、ベストターンドアウト賞を受賞している。 出展なき場合、以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。母の母に1998年大賀賞日着のロンドンブリッジ、おばに2004年ークスバのダイワイルシエイド、母の前を弟に中共記念を買ったグレーターロンドンがいる。ありがとうございます。